ロシア軍によるウクライナ侵略が始められた2022年2月24日から半年以上が経過したよね。それまでひたすら防戦に全力を尽くしてきたウクライナ軍が8月29日、南部ヘルソン州において領土奪還に向けて反撃が開始されたことを宣言したな。最初はここまで長期戦になることも、ウクライナが反攻に転じることも、予想できなかったことだよね。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍が南部のみならず全方面で反攻に転じていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ヘルソン州では侵略初期にクリミア半島のロシア軍が北上してきた際に、ウクライナの情報機関であるウクライナ保安庁 SBU のヘルソン州担当者が、ゼレンスキー大統領の命令を無視して SBU 要員らの退避を命じたばかりか、機密情報などを保管したサーバーをそのまま残してロシア軍に渡したとされ、ロシア軍はこのことでヘルソン州制圧に必要な情報を得ることができたんだって。ロシア軍はこのヘルソン州を足がかりとして、西にあるムイコラーユからオデーサまでを占拠した上で、ウクライナ東部のドンバス地方をつなぐ回廊を形成して、クリミア半島の支配を確立させようとしたと見られているよ。その上でロシアは9月11日に予定されているロシア本国の統一地方戦に合わせ、ウクライナ東部ドンバス地方のルガンスク、ドネツク領州や南部ヘルソン、ザポロジエ領州の占領地域で、ロシアへの併合の是非を問う住民投票を計画していたらしいぜ。占領地域で住民投票を計画していたんだね。知らなかった。しかし9月5日、ヘルソン州にロシアによって設置された軍民行政府幹部のストレモウソフ氏が治安上の問題があるとして、投票を延期する意向を表明し、その他の州の占領地域でも住民投票が延期される可能性が高いと見られているみたいだよ。侵略が始まって以降のヘルソン州では、情報機関の州幹部が裏切ったこともあり、今年2月にロシアが侵攻を開始すると早い段階で大部分の地域が占領下に置かれ、社会保障費などがロシアの通貨ルーブルで支払われてきたほか、ロシアのパスポートが供与されるなど、プーチン政権が支配地域を自国へ組み込むための施策を進めていたとされているぜ。ロシア軍は一時、ムイコラーユ市の東端地域にまで進出したんだって。ムイコラーユは黒海に面した戦略上重要な造船都市であり、ロシア軍にとってはウクライナ最大の港湾都市オデーサ攻略への重要な足がかりになると見られていたが、3月末あたりからウクライナ軍はムイコラーユ市のみならずムイコラーユ州からも、進出していたロシア軍を駆逐することに成功し、ヘルソン州に押し戻したとされていたんだよ。ムイコラーユはロシア軍の脅威から脱した格好となり、ウクライナ軍にヘルソン奪還の可能性が見えてきたと言えるのであるけど、ロシア軍にとってはこれ以上後退するとウクライナ軍がドニエプル川西岸地域到達して、ヘルソン市を奪い返される恐れが生じるため、ヘルソン市を中心にその背後のドニプロ川ドニエプル川を防衛線として防御陣地を構築していると見られていたんだぜ。ロシア軍と比べて兵力、装備など戦力においてはるかに劣るウクライナ軍は、アメリカやヨーロッパの大西洋条約機構NATO加盟国からの軍事支援、特に新兵器の供与がロシア軍と対等に戦うための術であったため、ウクライナのゼレンスキー大統領は切実に支援を要求し、特にロシア軍より圧倒的に数が少ない、地上部隊支援のための多連装ロケット砲や榴弾砲などの重火砲の供与を望んでいたんだよ。アメリカや加盟国から軍事支援を要求していたんだね。6月末に開催された北大西洋条約機構 NATO 首脳会議において、アメリカのバイデン大統領が、ウクライナに対して世界50カ国以上の国が協力して、対戦車ミサイルシステムなど14万機以上を提供し、戦車を600両以上、大口径榴弾砲を約500門と60万発以上の砲弾を提供すると宣言し、アメリカ軍の最新の高機動ロケット砲システムハイマースや M270AH などの、G マース誘導型多連装ロケット砲システムの供与を約束したらしいぜ。そして、ロケット弾として 80km 試験的で確認されていたのは 90km 以上先の目標に対して、GPS を利用した精密誘導攻撃が可能な M31AH 227mm ロケット弾を大量に供与し、ハープーンなどの対艦ミサイルシステムやナサムズなどの防空ミサイルシステムなども供与することを、世界に向けて宣言をしたんだよ。ハイマースについてはウクライナ兵への操作訓練が終了して配備が始まった7月下旬頃から、特に南のヘルソン州の前線に配備されたとされていて、ウクライナ軍は州都ヘルソンやソレイ西の地域に展開するロシア軍部隊への補給路となっている、ドニプロ川に架かる3本の橋にハイマースを使用したんだって。ウクライナ軍はハイマースから長距離精密誘導ロケット弾 M30 や M31 を発射して、誘導によって橋に対してピンポイントで攻撃を加えているものとみられ、ヘルソン市に直結するアントニフスキー橋は数回にわたる攻撃で路面に数箇所の穴が開けられているのを、
ロシア軍が公開した映像で確認できるな。そして、アントニフスキー橋と並行して架けられている鉄道橋もまた、ウクライナ軍の攻撃によって通行不能となっていて、軍需物資輸送のための貨物列車の通行が不可能となっているよ。さらに、アントニフスキー橋から約 60km 上流のノバカホフカ市にある水力発電所のダム上に設けられた橋もまた、8月13日のウクライナ軍のハイマースによる攻撃によって通行不能とされ、ヘルソン州のドニプロ川以西の地域では、クリミア半島やメリトポリなどからの補給が困難になったらしい。これら3本の橋はそれぞれ完全に破壊されてはいないようで、ロシア側が公表した攻撃後の橋の映像を見る限りでは、修復は可能と思われるな。しかし、橋の構造にはそれなりの打撃が与えられていると考えられ、弾薬などの荷物を満載した大型トラックや戦車などの重量のある戦闘車両の通行は難しいと見られているぜ。このような状況下において、ウクライナ軍南部方面軍の報道官が地元テレビ局などのメディアに発表したところによると、ヘルソン州を占拠しているロシア軍の司令部が、首都ヘルソンを捨ててドニプロ川ドニエプル川を渡り東岸に後退したとして、このことがウクライナ軍によるアントニフスキー橋などの破壊などによって、補給路を断たれたことが要因となったとしているみたいだよ。ドニプロ川以西のヘルソン州には、ロシア軍部隊や国境警備隊、連邦保安局 FSB などの要員はまだほとんどが残っているとされているが、司令部だけが交代したことによって兵士を捨て駒にして司令部が逃避したとの感は拭えず、現場の士気が低下したと見られているみたいだな。また、これらのウクライナ軍の動きによって、ロシア軍は南部の防備を固める方針としていて、東部戦線から部隊を引き抜いて南部に増援として移動させたことが伝わっていたけど、ウクライナ軍は補給を断たれて弱体化しているロシア軍を叩き、増援に来た精鋭中の精鋭である空挺部隊なども撃退したんだよ。ウクライナ軍は3方向からヘルソン市に迫っているとされ、ロシア軍も抵抗を見せているものの、ノバカホフカの新ロシア行政府などはウクライナ軍の攻撃が激しいことを伝えていて、ロシア軍の部が悪く、このままでは渡れぬ橋のために戦車や重火器などの装備を置き去りにしたままで、溶かして退却するより他にないと見られているな。そして南部戦線のみならずのみならず、これまで押され続けていた東部ドンバス地方のドネツク州においても反攻に出たと見られ、占領させた集落を奪還したとの情報があるらしいぜ。ドネツク州など東部ドンバス地方に展開しているロシア軍は南部に援軍を派遣したため戦力ダウンのままであるため、ウクライナ軍の攻撃を支えきれていないようで、このウクライナ軍の動きから、ロシア軍はウクライナ軍の陽動作戦に引っかかったとする声が上がっているんだよ。さらにはドネツクの北側にあるハルキウ州でもウクライナ軍が攻勢に転じていて、ウクライナ軍は7日、ハリコフ州バラクレヤ周辺の集落ノバヤグサロフカをロ軍から奪還したとする動画を、SNS で公開したことをウクライナメディアが伝えているぜ。このように南部だけでなく東部も含めた広い前線全体でウクライナ軍が攻勢に転じていると見られ、この先1ヶ月間の両軍の動きが注目されているんだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。